ちょっと質問はい。してもいいですはい。か？先生にとって、アートってどんな感じですか？自分はその、えっと、あ、えっと、自分のおじさんが絵描きなんですよ。で、自分の母親も、布絵をずっとやってたりして、そういうなんか、美術に関しては、自分でもその好むところがありまして、これはちょっと半分ギャグで魔除けみたいなのを書いてるんですけど、なんか生徒もちょっと喜んでくれたりするんで、書き続けてはいるんですが、美術に関してはそういうちょっと環境があって、音楽も、音楽も、自分小さい時からピアノはやってたんですけど、今結婚して、うちの奥さんのいあの家がクラシック一家で、みんな演奏家なんですね。で、今娘が音大行ってるんですけど、なんか演奏家目指してるみたいな、その音楽の面でも、それから美術の面でも、そのアートっていうと、こなんですかね、自分の中でアートっていうのは、その今までのその環境から来るものもあるんですけど、が大きいんですが、そのいわゆるサブカルチャーが、サブカルチャーっていう分野があったとしたら、それはそれで自分は大好きなんですけど、サブカルチャーとはまた違う、もう一つこう上のもののようなイメージを持ってますね、自分は。どういうことかっていうと、こうその専門分野に対する、その造形っていうんですけど、専門分野に対する造形の深さが、やっぱりアートの場合は、サブカルチャーとはちょっと程度が、その深さの程度がかなり違うと思ってるんです。すごく抽象的な説明になっちゃうんですけど、例えば身近な例かどうかわかんないですけど、壁画に壁に自由にこうアート作品を描く絵描きさんがいたとしますよね。それと、あと決められた色をペンキで塗る、ペンキ塗りの職人さんがいるじゃないですか。だけど、ペンキ塗りの職人さんは、アーティストとは言わないですよね。だ、そこの差なんですよね。こう自分でクリエイトの創造なんですけど、自分でそのどこまで作り上げるかももちろんあるんですが、その作り上げられたものをいかにこう、掘り下げて掘り下げて、また再現って言って、改めて表現していけてるかどうかで、そのアートであるかないかっていうところの定義っていうのが、決まって、自分の中で決めてるようなところがあるんですけど、なんか周りにそのなんかアーティストが何人かいるんで、そのアーティストを見てる限りでは、やっぱりちょっと、なんつうんですか、世間的にはすごく癖があって、とっつきにくいような人ばっかりなんだけど、その自分が目指して、自分が携わっている専門分野の芸術、分野に関しては、もう妥協しないで、もう突き進むんですね。その情熱も含めて、そのアートじゃないかっていうふうに思うんですけど、ちょっと抽象的ななっちゃいましたよいやいね。や、なるほど。そうですね。確かにそそのの情情熱熱も、とその比例すると思うんですよ、その掘り下げと。そうですよで、ね。掘り下げてると、やっぱりそこを別に、専門にそれを聞いたり見たりしてない人でも感動を呼ぶと思うんですよね。で、それがやっぱりアートじゃないかなって思うんですけど。そうですね。確かに情熱っていうのは本当に大事ですよね。